できない。はい、どうもこんばんは。大塚製薬の回し者です。はい、今日はですね、大塚製薬さんのこちら、はい、カロリーメイトですね。いや、もうついにね、もうカロリーメイトをねレビューするようになったから、もうお脇ちもここまでネタ切れなのかと多分思われるかもしれないんだけど、違うんですよ。今回のカロリーメイト見てください。ほら、ニューって書いてるでしょ。これね、バニラ味。はい。なんかね、今日ね、たまたまスーパーに寄ったら、これが出てて、カロリーメイトがこんななんか新製品のところに置いてあるの、珍しいなと思ってよく見てみたら、このカロリーメイトの文字が、青いし、かつニューって書いてて、もしかしてと思って手に取ってみたら、バニラ味ってのがね、出てたんですよ。まあ気になって買いました。はい。まあ僕ね、カロリーメイト実は結構好きで、もうずっと小さい頃からよくね、カロリーメイト食べてました。うん。大好きなんですよ、僕、カロリーメイト。で、味あるじゃないですか。僕ね、チーズ派なんですよ。もう、食べる頻度で言うと一番高いのが、頻度が高いのが、チーズ味。で、たまにフルーツみたいな。で、あんまり好きじゃない味が、チョコレート味と、あと、メープル味。あと、プレーンもあったか。うん。まあ、そんな感じで、まあ、いろいろ味あるじゃないですか。で、なんか、なくなってった味もあるじゃないですか。カロリーメイトって。なんか、最初、ベジタブルって味があったんですよ。多分、今のね、若者は多分知らないと思うんだけど、僕が、小学校ぐらいの時に、ベジタブル味ってなかったよね。それが最初に、なくなった、淘汰された味で、僕結構ベジタブル味好きだったんだけど、なくなっちゃいましたね。で、ベジタブルがなくなって、次、ポテトが出たんだけど、ポテトも好きだったんだよ。ポテトも好きだったんだけど、なくなっちゃって。で、その次にプレーンが出たんだけど、まあ、プレーンはなんか、定番だったのかな？レギュラーになったのかわからんけど。で、メープルも、なんか、一時このニューっていう感じで、そう、新しい味だったんだよ。後から出た味で、で、多分メープルが結構、やっぱり人気だった。売れたのかわからんけど、まあ、定番になったよね。うん。まあ、今でも定番だと思うんだけど、まあ、そんな感じでね、バニラ味っていうのがね、出たんで、いやー、ちょっと、楽しみですね。食べてみたいと思います。はい。早速ね。いやー、カロリーメイトはね、もうずっとお世話になってます。なんだかんで言って、まあ、食べやすいってのもあるし、まあ、栄養補助食品、バランス栄養食って言われてるし、まあ、そのね、タンパク質とか、まあ、いろんな、ビタミンとか、まあ、いろいろ入ってて、で、手軽に食べれるっていうのもあるけど、やっぱうまいよね。まあ、チーズが一番好きで、チーズが一番うまいと思ってるんだけど、バニラ味ってね、ちょっと想像もつかなかった。うん。パッケージが 青色だしね。うん、いいね。そう、ここら辺も。なんかね、このデザインが、もうずっと変わらないってのもいいんだよね。なんか、結構商品とか、こういうなんかさ、普通のこうカロリーメイト以外のお菓子とかそういうのってさ、なんかデザインが毎回変わるじゃん。だけど、カロリーメイトってね、このデザインが、もうずっと変わらない。僕が、小学校とか、その時期から、僕食べてるけど、もうずっとこのパッケージ、なんか、ようわからんこの文字が羅列されてて、で、まあ、このカロリーメイトのロゴも多分変わってないと思うんだよ。うん。だからデザインが好き。うん。まあ、味も好きだけど、うん。まあ、そんな感じでちょっと長々と喋ったんだけど、僕やっぱりそのデザインとかをね、に、やっぱり注目するようになっちゃったね。こういうなんかアーティスチックなことやってると。まあ、そういうことはどうでもよくて、これバニラ味っていうのはね、食べてる。今日、いつもだったらチョコ買うんだけど、ちょっとね、新しい味ということで、でもアイスクリームのバニラの匂い。本当に、まさにバニラ。僕バニラ好きなんだよね。なんかね、うん、めちゃくちゃいい匂い。ちょっと楽しみだな。じゃあ、デビューしたいと思います。トッキュース！うん。バニラ味のクッキーだね。うん。ちょっと喋りすぎて、口乾いてる中で、このカロリーメイトみたいな、口がさらにパサパサするものを口に入れたせいで、
もう口がね、バキバキの砂漠状態ですね。水飲みます。いや、僕が一番好きなチーズを超えるかどうかっていうところを、に注目して食べてみたけど、これはちょっと、微妙かな。うん、カロリーメイトは好きだし、大塚製薬の商品はポカリスエットとか、あとまあいろいろあるじゃないですか。僕結構、そう、ポカリも好きで、こんな感じで、はい、運動時とか筋トレ時にね、よく飲んでんだけど、ちょっとね、まあ大塚製薬さんには大変申し訳ないんですけど、まずいわけじゃない。まずいわけじゃないけど、まあその衝撃も、うん、めっちゃうめえみたいなのは、ちょっとすみません、なかったっす。うん、期待しすぎました。いや、やっぱ、定番のチーズかなって思いました。僕、やっぱカロリーメイトっつったらチーズよね。で、僕の中で、こういうなんか、カロリーメイトの新しい味、出た時の衝撃が大きかったのは、やっぱポテトかな。ポテトはこれはいいと思って。そう、僕結構チーズとポテトをずっと食ってたんだけど、まあ、ポテトはもう、なくなっちゃって。そう。でポテトも超えなかったし、うん、これまた食うかって聞かれると、食わないかな。うん、まずくはないんだけど、なんか、これといって、まあ、ただ、言えることは、なんかメープルって甘ったるいじゃないですか。あんま好きじゃないんですよ、メープル。で、チョコは、あんま好きじゃない。まあ、メープルよりは、好きかな。うん。っていう感じです。ちょっと、期待しすぎたかもしんない。うん。まあ、そんな感じで。まあ、デザインはいいし、今回はこのバニラは、青色なんで、ちょっとね、かっこいいなと思いでした。はい。やっぱチーズだね。チーズが一番うまいわ。うん。僕、チーズだったらね、10箱ぐらい食えるかもしんない。うん。そんぐらい好き。はい。大塚製薬さん、案件ください。社会に出るつらさで酔いざめのギターよく聞きあさる誉れあってすぐディナー